三角測量。三角測量は、ある基線の両端にある基地の点から測定したい。点への角度をそれぞれ測定することによって、その点の位置を決定する三角法及び幾化学を用いた測量方法を出る。その点までの距離を直接測ると対比される。基地の一辺と二箇所の角度から、三角形の三番目の頂点として、測定点を決定することができる。 三角測量はまた、三角網と呼ばれる非常に巨大な三角形群の正確な測量を行うことも指すことがある。これは、ビレブロルとスネル、スネリウスが1615年から1617年に駆け入った業績に由来している。スネルは、三つの基地の点に対する未知の点の角度を、基地の点からではなく、未知の点から測定して、その点の位置を確定する方法。 広報公開法を示した。より規模の大きな三角形を最初に測定することにより測量誤差を最小化できる。そうすれば、その三角形の内部の点は三角形に対して正確に位置を測定することができる。こうした三角測量法は1980年代に衛星測位システムが登場するまで大規模精密測量に用いられてきた。 測定対象の空間次元と配置を決定するために、高学三次元測量システムは三角測量の方法を利用する。基本的にこうしたシステムは対象物を測定する二つのセンサーで構成されている。二つのうち一つは典型的にはデジタル式のカメラで、もう一方はカメラ、または映写機となっている。核センサーの中心及び対象物表面上の点が、 空間上に三角形を構成する。この三角形においてセンサー間の距離が気線 B で基地でなければならない。この気線とセンサーに投影される光の角度を決定することで投影光の交点の三次元座標を三角関数から計算することできる。ある点と二つの基準点がなす三角形の辺と角度が測定されていれば、 その点の座標及び距離は、その三角形の辺の長さを計算することで求めることができる。以下の数式は、平坦なユークリッド平面において適用されるものである。これは、距離が地球の局面に比べて優位な長さになってくると不正確になるが、球面三角法を使えば、より複雑な計算方法で切ることができる。右の図において、愛の長さを、 フォーミュラ1とするなら、ゆえに、三角関数の公式フォーミュラ4及びフォーミュラ5を適用すれば、これは、と等しい。これより、観測点から未知の点までの距離を求めることは、容易であり、すべての座標も得られることになる。今日では三角測量は、測量、航海、計量学、天文学、モデルロケット、兵器の標準といった、 多目的に使用されている。三角形を利用して距離を測定するのは古代に遡る。紀元前6世紀の古代ギリシアの哲学者タレスはピラミッドの影の長さを測り、また同時刻における自分自身の影の長さを測って自分の身長との日から掃除な三角形を使ってピラミッドの高さを測定していた。また崖の上から沖に見える船までの距離を 横方向にある基地の滝までの見通し水平距離を測り、これを崖全体の高さまで拡大することにより測定していた。こうした方法は古代エジプト人にも知られていた。これより千年ほど古いリンド数学パッピルスに出てくる問題57番では傾きを距離と高さの比で定義しており、今日の勾配の逆数にあたる。傾きと角度は後のアラブのアリラードの前身である。 ギリシア人がと呼ぶ測定棒で測った。この器具を使って離れたところから距離を測定する方法についてのこの時代の詳細な説明はアレクサンドリアーノ・ヘロンによるディオプトラにあり、これはアラブでは翻訳されて残ったがヨーロッパにおいては失われてしまった。中国では杯衆が正確な地図作りの六原則の五番目として直角と鋭角を測るを挙げており、 これは正確に距離を測るために必要なことであった。また隆気は到達することのできない場所までの高さを求める方法として上述したような計算方法を示していた。ローマ時代の土地測量の専門家、アグロメンソースと呼ばれる人々には三角測量が使われていなかったことは明らかである。しかし、アラブのなどによるアストロラーベに関する文献を通じて、 中のスペインに導入されたアブーライハーン・アルビールにもまた三角測量を利用して地球の大きさを測定したり様々な場所の間の距離を測ったりした簡素化されたローマの技術はプロの測量技術者の使うより洗練された技術と共存していたものと思われるしかしこうした技術がラテン語に翻訳されることは滅多になく11世紀の 測量に関するマニュアルジョメイトリア・インチェテ・オークトリスが数少ない例外であった。こうした技術はヨーロッパの他の地域は非常にゆっくりと浸透していったように見える。スペインにおいてこうした技術の認知が広がり使われていたことは1300年頃から角度を測定するために専用に使われていた中世のヤコブの杖という道具や現存する最古のものとしては1296年の ものがある、精密に海岸を測量した、羅針議会図によって証明されるだろう。測量による地図作成の方法の古典的なものに、銅線法、旗や綱などを用いて、距離と角度を繰り返し測量していく方法があるが、この方法では、途中の障害物などで誤差を生じやすく大規模な地図を、制するには、大掛かりな作業を伴う。オランダの地図制作者、 ゲンマ・フリシュウスは1524年のペトルス・アピアヌスによるコスマグラフ化の審判への付録という形で1533年にラベリアスでローコラムディスクライベンドオレムラッシュン土地を表現する方法に関する冊子を出しその中で地図を作るために遠く離れた場所を正確に測定する方法として三角測量を使うことを提案したこれはとても影響が大きく技術は ドイツ、オーストリア、オランダなどに広がった。天文学者のティコブラーエは、スカンジナビアにおいてこの方法を適用し、彼の天文台がある、弁当の詳細な三角測量を、エールスンド海峡の両側にある目標物を、基準として1579年に完成させ、1584年に、島の土地計画を作った。イングランドにおいてはこの世紀の中頃以降、 ウィリアム・カニンガムのコスマグラフクルクラス、1559年、バレンティン・リーのトリートス・オブ・メジャー・リング・リュキーンズ・オブ・ランズ、1562年、ノルルズ・オブ・ナビ、1571年、トーマス・ディックスのジーアメトリックル・プラクテス・ネイモド・パントメトリア、1571年、のサーベイヤー、エス・ダイアログ、1607年など、多くの本でフリシウスな方法が見られるようになった。 クリストファー・サクストンも1570年代の彼の地図において特徴となるものを配置するため、粗雑ではあるが三角測量を使った可能性があると示唆されているが、一方で見晴らしの良い点から大まかな方向感覚をつかんでそこまでの距離を単に当てずい量で決めただけであると反論さてもいる。現代のシステマティックな三角網の使用は、 オランダの数学者ビレブロルとスネル、スネリウスが1615年にアルクマールからベルフェン、オプゾームまでおよそ1 1 0トルを33の三角形を含む四角形の連鎖を利用して測定したことに始まる。この二つの町はほぼ同一四五線上にあって、井戸にして一度離れており、この測定から地球の円周長を求めることができた。この業績は1617年の本。 エラトステネス・ブティブス、オランダのエラトステネスに示されている。スネルは平面における公式をどのように地球の丸みに対応させて修正するかの方法を計算した。彼はまた三角形の内側にある点の位置をその地点において三角形の辺がなす角度から計算する後方向解放を示した。これはコンパスを使わなければならない頂点の方位を求める 方法よりも、角に測定することができる。これにより、まず一時の大規模三角網を最初に測量し、その後二次的な地点を一時網の中で決定していくという考えが生まれた。ただし、スネルの使用した測量機は極めて単純なもので、腕木の両端に糸を張って、見通しをつけただけのものであったため結果はあまり正確ではなかった。 スネルの測定した四五線は正確ではなかったが、彼の草案した測量の方法が優れた方法であることがわかると、各国で三角測量が行われるようになった。スネルの方法は、1669年から1670年にかけて、パリ四五線上で、緯度一度の長さをパリから北へ、アミガン近郊のの時計塔まで13の三角形の、 連鎖により測量したジャン・ピカールに引き継がれた。器具の改良と精度の向上により、ピカールは地球の半径をかなり正確に測定した最初の人物となった。18世紀を通じて有名なカッシーニ家の人間によりこの仕事はさらに進められた。1683年から1718年までの間、ジョバンニ・カッシーニとその息子、ジャック・カッシーニは、 パリ四五線をダンケルクからペルピニアンまで測量した。1733年から1740年まで、ジャックとその息子は四五線個の再測量を含む全国度の最初の三角測量を行い、1745年に正確な原理に基づく初めてのフランスの地図を出版した。この時点までに三角測量の技術は地域的な地図作りに対しては十分確立された。 しかし他の国が全国度にわたる地図を作るための詳細な三角網の測量を始めるのは18世紀も末になってからであ。オードナンスサーベイは1783年にグレートブリテン島の基本となる三角測量を開始したが完了したのは1853年のことになった。1801年に開始されたではエベレストや その他のヒマラヤ山脈の山々を三角測量し地図を作った。ナポレオン帝政下のフランスでは、によって1801年にフランスの三角網がドイツのラインランまで拡大され、1815年以降になってプロイセン王国の将軍によって完成された。この時期、有名な数学者カール・フリードリ・ヒガウスによって三角測量には 優れた改良が加えられたの方法を凌駕することとなった。1821年から1825年にかけてガウスはハノーファー王国の三角測量を委託された。当時、三角測量には教会の塔など高い建物が利用され、ガウスも教会の塔を目標に考えていた。しかし、1820年、ガウスが 境界の塔を目印に三角測量を行おうとしたところ、空が霞んでいたため塔の姿を確認できなかったが、塔の位置は塔の色ガラスの反射で確認することができた。そこで日光の反射によって位置を示すヘリオトロープ、天表が三角測量に用いられるようになった。ガウスはヘリオトロープやヤグラによる測量方法の改良のほか、観測結果の整理法として、 未知数より実測値が多い時に大規模な連立方程式問題の最も一致する回を決定する最小事情報を考案した。今日、測量のための大規模な三角網は1980年代以来確立した衛星測位システムに大ね置き換えられている。しかし、初期の測量の基準点はなお、1936年から1962年に、 かけてのグレートブリテ島最三角測量のために作られたコンクリート製三角点や1816年から1855年にかけてのシュトルーベの即地湖の三角測量のために作られた現在はユネスコの世界遺産に登録されている三角点用に価値のある歴史遺産として残されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。